侍ジャパン欧州代表戦の視聴率、こちらすでに貼られたデータ 7.9 と 9.0% となっております。完全試合したのに大谷がいなきゃこんなもん。大谷いたら他全員大学生でも 20% いきそう。テレビの時代じゃないのにようやっとる。十分やろ。ただのイベント試合で WBC とオリンピック以外に興味ないんや。ええ方だろ。連ドラでこれだけ取れたら勝ち組やん。フルメンバーじゃないし学生と書いたし、コアなファンじゃないと見ないやろ。全リーグ代表でこんな数字取れへんからな。ドジャースの開幕戦の中継の裏でサッカーもあるみたいなんやが、まさか負けんよな。これ負けたらめっちゃ煽られるやろし心配やわ。途中でぶつ切りするくらいなら地上波でやらんでいいわ。なお相手は別に本業があるお遊びだったのよ。キューパって結構ええやん。大谷と愉快な仲間たちやからな。欧州相手じゃメジャー組がいても視聴率取れねえわ。この試合を開催する目的がわからん。親善試合で9も取れたんだな。やってたこと自体知らんかったわ。むしろ数字取れすぎやろ。相手も相手なのに貧だすぎるやろ。どっちもクソつまらん試合やったのに。野球は CM 挟めまくるからな。同じ数字なんだから野球が生き残りた。負けりは消えた。ご視聴ありがとうございました。